超音波のようなソプラノの悲鳴、鼓膜に突き刺さるような叫び声を上げて、春菜さんは食堂を飛び出していった。春菜さん、待って！声をかけるが、春菜さんには届かない。僕と小暮さんは顔を見合わせると、すぐさま彼女を追いかけた。春菜さん、危ないから早く戻るんだ！春菜さんは完全に混乱していた。出口はどこ？春菜さんは喉から声を絞り出しながら蛇行しながら走っている。出口を探し求めているようだった。そして行く先に玄関があることに気づくと、すぐさま近寄ってドアノブに手をかける。だが承知の通り、玄関はガチャガチャと音を立てるだけで開かない。どうして開かないの？玄関を忌々しそうに蹴り飛ばし、春菜さんはすぐ左の被験者の部屋に入り込む。春菜さん、生命の危機に瀕していると彼女自身が思っているせいだろうか、さっきドッペルゲンガーを目撃した時よりも動きが素早く、追うだけでも精一杯だった。部屋に駆け込むと、春菜さんがパイプ椅子を持ち上げて窓に打撃を与えているところだった。だが椅子はガラスにひび一つつけることなくへし折れた。黒崎さんの言っていた通り、ここの窓はすべてワイヤー入りの強化ガラスなのだ。そう簡単に壊せるはずがない。春菜さんは椅子を放り投げると、僕たちを突き飛ばしてさらに隣の部屋に駆け込んだ。なんで壊れないのよ、なんで。そこの部屋では、春菜さんは自分の拳を窓ガラスにめちゃくちゃに叩きつけていた。開いて壊れて。次第に春菜さんが拳を振り上げるたびに血しぶきが飛び始めた。握りしめた指の先についている長い爪が彼女の手のひらに食い込んでいる。それだけじゃなく、ガラスに直に打ち付けている方も腫れて赤くなっている。春菜さん、やめるでやります。あまりの痛ましさに小暮さんが春菜さんを取り押さえた。両手を拘束して壁に押し付ける。春菜さん、手は。小暮さんが無理やり開かせた手のひらには、深く深くえぐられていた傷跡が4つつけられていた。そこからドクドクと真っ赤な血液が流れ落ちる。春菜さんの手を伝って、その手を押さえつけている小暮さんの腕に、その生々しい感触に小暮さんが一瞬ひるんだ隙だった。離して、変態。肘鉄を食らわされ、小暮さんは春菜さんの手を離してしまった。春菜さんはスルリと僕の横も通り過ぎると、綾さんたちが最初にいた部屋の前の角を曲がり走り去る。春菜さん、待ってください。小暮さん、大丈夫ですか？すみません、女性だから手加減をしてしまったでやります。先輩、春菜さんはどちらに？僕は玄関の壁に貼ってあった地図のことを思い出した。春菜さんが向かったのはおそらくラウンジです、食堂です、研究室です。ここは直感ですが、ラウンジだと思います。研究室は知らないと思うのもそうですが、そう簡単に行けるところなのかな。ラウンジで行きたいと思います。ラウンジです。春菜さんを追って僕たちはラウンジに向かった。ラウンジに入ると、春菜さんが中央に立っていた。春菜さん！かゆい。全身をかきむしりながら、もがき苦しみ出す。まるで発疹をかき出そうとしているかのようだ。かかれた皮膚は裂け、体中から血が滲み出てきている。
春菜さん？春菜さんの視線が僕を捉える。目が尋常じゃない。完全に理性を失っている。うわ！彼女が突進する。なんとか避けたと思ったが、片手が僕の腕を掴んでいた。うわ！だんだん、どちらが自分の声なのかわからなくなってきた。僕を掴む力は、女性とは思えない。小さな手が肉を握りつぶし骨をきしませてくる。離してください。逃げようとする僕の体を離す気はない。春菜さんの手が僕の首を掴んだ。喉に食いつかれ声が出ない。締め上げられる音が骨伝導して鼓膜に響く。春菜さん、やめるでやります。助けようと小暮さんがタックルを彼女に。さすがに吹っ飛ぶが、手は最後まで離そうとはしなかった。鋭い爪が首の皮膚を切り裂いた。スーツも鈍い音を立てて破けてしまう。唐突に春菜さんの握力から解放され、僕は思わず尻餅をついた。先輩、離れてやりま、小暮さんが、いとも簡単に、この小娘。小暮さん、大丈夫ですか？どこからこんな力が。小暮さんでも無理なら、もう手のつけようがない。なれば春菜さんにすべきことは、一旦退いて様子を見ましょう。二人がかりで取り押さえましょう。このまま放っておいて被害の拡大の恐れがありますので、二人がかりで取り押さえてみたいと思います。二人がかりで取り押さえましょう。このまま春菜さんを放っておくことなんてできない。僕たちから離れた春菜さんはラウンジ内を片っ端から壊し始めていた。椅子が宙を飛び、テーブルが砕ける。陶器やプラスチックの割れた破片がこちらまで飛んでくる。春菜さんは自分の体が痛めつけられようと、血まみれになろうと破壊行為を続けていた。きっともう痛覚などないのだろう。痛みさえも凌駕する何かが彼女の身に起こっている。外界から閉ざされたこの状況で、それは命取りになる行為だ。大怪我をしても治療することができないのだ。このままだと春菜さんの命が危ない。絶対に止めなくては。あの小暮さんでもかなわないのは分かっている。しかし一人で無理だったのなら、二人がかりでかかればなんとかなるかもしれない。幸い春菜さんは小柄だ。いくら力が並大抵のものでないとしても、抑え込む形に持っていければ、もしかしたら。わかりました。先輩はそういうのなら。僕の言葉を聞いて小暮さんがよろよろとしながらも立ち上がる。だが次の瞬間、春菜さんの振り回した観葉植物の鉢が小暮さんの頭に直撃した。そのまま小暮さんは地面に倒れ込んでしまった。小暮さん！声をかけるが、全く反応がない。小暮さんの体は痙攣して、ビクビクと震えている。少量だったが、小暮さんの物らしき血が床にポタポタと落ちた。その様子に頭の中が真っ白になる。小暮さん！しっかりしてください！小暮さん！一瞬耳が聞こえなくなった。視界も白一色になり、何も見えなくなった。何が起こった？何が起こった？何が起こった？だがすぐに、一度失った色が、すぼんだ視界が、徐々に、徐々に広がっていく。気がついたら、
僕は床に倒れ込んでいた。息を吐き出すと、側頭部に鈍い痛みを感じた。手を当ててみると、髪がしっとりと濡れている。温かい、痛い。慣れない感触に思考を停止していると、突然、体に何かがのしかかってきた。春菜さんが僕に向かって腕を振り上げていた。とっさに逃げようと体をひねるが、下半身が全く動かない。小さな手で首をつかまれる。後頭部が地面に叩きつけられる。ぐちゃっと嫌な音がした。それでも、なんとか抵抗しようと春菜さんの姿を捉える。また視界が狭くなってきていて、見えにくい。ピントも合っていない。なんだろう。春菜さんの体が膨れ上がっているように見えた。はじめはブレる視界のせいかと思っていたが、違うようだ。僕の体を覆っている春菜さんの皮膚の下で、ボコボコと湧き立っている。なんだ、これは。だんだん痛みの感覚が鈍くなってくる。視界が狭く暗くなり、結局彼女の体がどうなったのか確認することはできなかった。Thank you.